皆さんこんにちは、荻上智樹です。今日はオピニオンリーダーの役割について考えたいと思います。オピニオンリーダーは何かしらの意見を持っている人、あるいはその声の大きな人、何かしらの専門的知見を持っていて、その意見というものを多くの人たちに届ける役割の人のことをオピニオンリーダーというふうに言います。ツイッターであるとかメディア上でこのオピニオンリーダーというものが大変に目立つ、そうしたような経験を皆さんもしたことあるのではないでしょうか。この論点になるとやたらこの人出てくるなとか、この部分についてはあの人に聞いてみたいなとか、そうしたようなことを感じたこともあるのではないでしょうか。このオピニオンリーダーはメディア論の中でもそれ相当に長い時間研究されてきた対象だったりするんですね。もともと例えば戦後のメディア研究の中では、なぜ人々はプロパガンダを信じてしまったのかというようなその研究があります。その研究の経緯の中では、例えばラジオであるとか新聞などが特定の政治体制というものを褒めちぎったから多くの人たちが信じたのではないか、そうしたのその仮説から出発をして、その仮説に対する反論を重ねていく中でいろいろと議論が洗練されていくというような過程がありました。人々は報道を鵜呑みにして、ただ報道を真に受けて信じていったわけではない。その報道を受容する、受け入れていく過程の中ではいろいろな経緯というものがあった。そのうちの一つの役割というものがオピニオンリーダーの役割だというふうに言うんですね。これは戦後ユダヤ系の研究者であるラザーフェルドという人が発見をした理論なんですけれども、ある投票行動、選挙の際の投票行動などに着目をすると、テレビであるとかラジオであるとか、それから新聞であるとかっていういわゆるメディアから情報を受け取って、それで投票先を決めたという人は少数だったんですね。そうではなくて、そのメディアの報道を受けた上で、その地域であるとか身近なところにいるオピニオンリーダー、声の大きな人、あるいは、意見が信じられている人、そうした人たちのコメントなどをこう聞いて投票行動を決めていったという経緯が浮き彫りになっていくわけです。つまりラザーフェルドが述べたのは、オピニオンリーダーを中心としたコミュニケーションの2段の流れというものが存在するというふうに述べたんです。つまり情報元があって、その情報元からいきなり本人が情報を取得するわけではなくて、情報元からオピニオンリーダーに流れてきたものを個人に届けさせられるということがある。メディアから情報が一方的に来るのではなくて、メディア経由でオピニオンリーダーにたどり着き、当人のところにやってきて、そのことによっていろいろな態度を変容させたりするということになったんです。これ、皆さんツイッターでよく見たことのある風景ではないですか？例えば、ニュースの URL、それが単に拡散されるだけではなくて、ニュースの URL に対してコメントをしているオピニオンリーダーのツイートがバズる。ニュースそのものをただリンクを紹介している、例えば、Yahoo とか何々新聞とか、そうした公式アカウントがバズるのではなくて、そのツイートされた URL に対して、なんてクソニュースだとか、これはいい動きみたいな、そうしたレスポンスが加えられたツイートの方が拡散するという場面、よく見たことあると思うんですね。つまり、人々はニュースを単純に自分自身で考えて受容するということがどれに対してもできるわけではない。だからこそ、オピニオンリーダーとされる、特に声の大きな人や尊敬できる人、信頼できる人のツイートというものが拡散する。その場合には、その情報とともに、その需要態度ですね。反発なのか肯定なのか。そうした需要態度もセットで拡散されるというようなことが起きているわけです。このコミュニケーションの2段の流れというものは、その後いろいろな批判的検証が行われていました。単純にコミュニケーションが2段の流れで行われるものではない。そうではなくて、あくまで議題設定がなされるだけであって、議論というのはそれぞれの場所で自由に行われる。いや、やっぱりコミュニケーションの2段の流れというのは相当程度存在するぞと。ツイッターであるとか SNS の流れなどを見ても、このコミュニケーション2段の流れ、あるいはコミュニケーションの N 段の流れのようなものというのは、あちこちで見ることはできるではないか。そうしたようないろんな検証がなされたりしています。他方で、コミュニケーションというのは、マスメディアから一方的に流れてくるものではなく、マスメディアに対して情報を届けていくというような場合もある。だから、一方的な流れではないのだ、というような議論も行われているんですね。個人的に注目をするのは、オピニオンリーダーの2段の逆流とでも言うべき現象です。こういった言葉があるわけではないんですが、そうしたの現象は存在すると思うんですね。どういうことかというと、例えば、ネット上などで、具体的な論点というものが着目はされて、マスメディアはそれを報じてないけれども、その論点について注目してほしいということで署名活動を行ったり、あるいは代表的な論客がツイッターなどを育っていって意見を述べて、それがメディアで取り上げられるようになるということになるわけです。で、いろんな当事者の人たちが存在するんですが、その当事者の生の声というのがダイレクトにメディアに届くということは難しいかもしれない。
でも、その当事者の人たちの声を知ってる人というものが、いろんな情報解説をして、そのことが結果メディアの人に発見をされ、そして届く。それがまた二段の流れで戻ってくるというようなことも起こりたりするわけですね。こうした流れはここ20年くらい一つ顕著になっていると思います。私、日本の新聞についていろんな観点から過去の、検索、調査を行うことがあるんですけれども、ここ20年間で、その、評論家と呼ばれる人のコメント割合というのは減っている一方で、NPO とか、そうした市民活動の、当事者、あるいは具体的な医療現場で働いている方であるとか、あるいはその役所で働いている方であるとか、当事者やアクティビストの方々がコメントをする割合というのが増えているんですね。これは新聞というの一定の型があって、まずニュース解説を書きます。その背景について少し書きます。そして課題について書く、受け止めについて書くとなった時に、その最後の受け止めのところで、NPO 関係者とか、まあ憲法学者とか、弁護士とか、まあそうしたようなプロフェッショナルにコメントをしてもらって、記事を締めるという、まあそうした提携があるんですね。で、この締めのコメントに現場のことを分かっていて、なおかつそれをより俯瞰的な見方で、確認して具体的な行動にまでつなげているという、そうしたような NPO 関係者の言葉というものが使われる割合が増えています。これはそもそも95年以降、日本ではそのボランティア元年とか NPO 元年とかいろいろ言われたような現象があって、NPO そのものが増えているということもありますが、一方で政策改善であるとか、行政の改善要望みたいな、そうした意識を持ったプレイヤーが増えているということもあるわけです。で、その論点は、記者が一方的に気づくことができるわけではないんですよ。やっぱり、草の根から活動をしていて、人々の声を吸い上げて、その上でその声をメディアに届けようというような人の声があって、つまり下から組み上げられていったオピニオンリーダーがメディアに対して論点を届け、で、メディアがその論点を取り扱うときに、また同じか別のオピニオンリーダーを使って人々のところに届けると、そういったような流れというものは存在するわけですね。なので、オピニオンリーダーというのは、良くも悪くも、それ相応に今でも機能し続けているということが言えます。オピニオンリーダーの中によっては、特に調べていない。まあ、有名であるというだけ。あるいは、なんとなくみんなに知られているだけ、親しみ持たれているだけ。で、専門分野でないようなことを述べるという方も多くいます。僕もコメンテーターなどをする場合は、やっぱりオピニオンリーダーという役割を果たすことになるので、それ相応の責任というものは伴う。だから、最低限、いろんな論文を読んだり、いろいろ知ったりして、わからないことは喋らない。わからないことをわかっている人に聞く。その場で分かっている人がいないのであれば、分かっている人から聞いたことを伝えるなど、様々に慎重であるということを、まあ、自戒して、努力しているようなところはあるんですね。でも、まあ、テレビだろうが、YouTube だろうが、様々な場所でも、なんでそれそんなに断言できるのっていうようなオピニオンを展開する人たちもいたりします。それは専門性軽視だったり、あるいは過激なことを言うことで、インプレッション数や PV を獲得するというような、いろんな動機の人もいるでしょう。本当にそう信じている人もいると思います。いずれにしてもそのオピニオンリーダーというのは相当に強い役割を今の社会でも果たす。だからこそそれぞれのオピニオンリーダーが一体どういった発言を繰り返しているのか、他のオピニオンリーダーは何と言っているのか、あるいはそのオピニオンリーダーは専門分野で言っている人なのか、それとも有名性で言っている人なのか、ボトムアップで言っている人なのか、それともメディアで受け取った情報を自分なりに解釈しているだけなのか、いろいろな観点でオピニオンリーダーを見比べる、読み比べる、そうしたことも必要になってくると思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。